で次に、えー、肩の可動域、まあ、これはあの初心者の方にとってですね、非常に大きな問題になってくるんですが、この肩というのはですね、この肩ですね、この肩というのはあ肩甲骨というのがついてまして、で肩甲骨というのは実はこの30度の傾きを持って、こういうふうに斜めについてるんですね、背中に対して。でそういう状態ですから、あこの手というのもです、ねえー、横、真横。 真横で動かすよりはあ30度傾けたつまり、この辺で動かす方が、まあ、動かしやすいわけですね。皆さんも今試してみてください。ね、真横で動かすよりはあ若干前にする。まあ、1 0センチぐらい肘の位置を前にすると動かしやすいよねと。逆にこれを1 0センチ後ろにするとですね、あれ 20cm 後ろにするとすごく動かしにくいわけですね。でこう上げる動作だけならいいんですけども、さらにこう前に。 動かそうとするわけでするでね。泳いでいるときは前に動かそうとすると、この可動域を大きく超えることになって、痛み、あるいは疲れを生むという原因になるわけですね。ということで、この可動域を超えない、つまり、まあ、背中の面を超えない、さらにはそれよりもさらに30度内側になるわけなんですけれども、この肩甲骨の面です、ね、を超えないように、手を、肘を動かしていくということが大切になるわけです。 で最後にですね、疲れなんですが疲れというのはその過剰な運動によるまあその疲労の蓄積というのがこの疲れの状態なわけですね。でこれはですね、疲れが一旦出てしまうとそれを治すというのは非常に難しいんですよね。まあ、基本的にはもう疲れたままやるしかないということでフォームが崩れる原因になります。 そこで練習の間にですね、もしレースがあるんであれば、練習の間にその疲れの出る時間ですね、あるいは距離というのを伸ばす練習をするというのがポイントになるわけです。で例えば500メートルで肩が上がらなくなるというのであれば、できるだけですね、その肩を緩めた状態を伸ばすことでですね、 肩が上がらなくなるという距離を 500m から 1500m にすればですね、えー、ショートのトラスロンですとか、あるいは 1500m のタイムトライアルをやるときにはあ、泳ぎ終わった頃に肩が上がらなくなってちょうどよくなるということなんですね。まあ、いずれにしてもですね、えー、その疲労のが表に出てしまうというのを伸ばすことで、えー これ、なくすということは難しいので、伸ばすというのが基本的な方針となって、伸ばすためには、ですから、その使用割合をですね、できるだけ抑えていくということですね。で、ふだから肩、例えば肩が動かなくなる、あるいは腕が上がらないということであれば、先ほど申し上げましたように、肩を意識して使うのではなくて、脇の下を意識して使うとか、あるいは許し目ですね。 クラゲ受けでこう感じた緩めた状態というのをできるだけ長い間ですねそのストロークサイクルの中で増やしていくというようなことをしてその疲れにくくするあるいは疲れが出る距離や時間を遅らせるといったその練習の仕方というものが必要になってくるわけなんですね。